最近、戦国時代に関する本を読むようになっているのだけど、国衆や国人って、本によって表現が違うのよ。何か違いがあるのかしら？なるほど、とうとうお前もその問題に気がついてしまったか。国衆は戦国時代、特に関東の戦国には欠かせない存在だからな。そんなに大切なら真っ先に解説しなさいよ。そもそも、国衆と国人って違うものなの？単に言葉の意味としては国衆と国人に明確な違いはないぜ。元は国衙領の住民を指す言葉だったんだが、室町期以降になると地域の武士、特に有力な領主を指すようになるんだ。国衆も国人も同じ意味の言葉なのね。言葉の意味としてはそうなんだが、戦国史で用いられる国衆は国人とは違う特定の存在を指すことがあるんだ。特定の存在？ある条件に当てはまる有力な武家領主、それが学術上国衆として定義されているんだぜ。それで、その学術上の国衆っていうのは何なの？学術上の国衆は、一軍内しそれ以上の規模で、一元的排他的な領国を形成し、周辺領主をも包摂して、領国内の全ての領主層を一元的な主従政治領政による家臣団に編成し、その領国を全くの自力によって統治する領域権力、と定義されているぜ。なるほど、わからん。ここだけ抜き出して聞いてもわからないのは当然だぜ。国衆は領主制論の展開に伴って、近年になって提唱されるようになった概念だからな。なんだか込み入った話になりそうね。簡単に言うと、領国や領と呼ばれるような支配領域を持ち、その領国が一軍またはそれ以上の規模に及び、戦国大名の干渉を受けずに領国を支配する存在。それが国衆ということになるぜ。戦国大名から自立しているというのが国衆の特徴なのね。小田原征伐時には、北条氏の勢力内にこれだけの国衆が存在していたとされるぜ。こうしてみると、国衆だらけなのね。実際、国衆は戦国大名とどういう関係だったの？戦国大名と国衆は、大名を主人国衆を家来とする主従関係を結んだんだ。主従関係ということは、国衆は戦国大名の家臣になるということなの？ところが、主従関係を結ぶといっても、国衆が戦国大名の家臣になるわけではなかったんだぜ。家臣が治める所領に対しても、戦国大名は国役と呼ばれる税を直接付加していたんだ。このように家臣の所領も含めた領国全体を支配統治する主体を領域権力と呼ぶんだ。領域内をまるっと支配する権力ってことね。戦国大名の家臣は、所領の統治に主人である大名の干渉を受けるから領域権力とは言えないんだ。一方、国衆は戦国大名に従属しても、大名の干渉を受けずに自身の領国を支配していたんだぜ。つまり、国衆も戦国大名と同じ領域権力だとされているんだ。現代で言うと独立国同士の関係のようなものかしら。雰囲気は似ていると思うぜ。ただ、あくまでも国衆は戦国大名に従属する存在だったから、当然対等というわけではないんだ。国衆には戦国大名に果たさなければならない義務があった。それが戦時における軍役だぜ。戦の時には兵を出さなければならなかったのね。しかし国衆が戦国大名の動員に応じるのは、領国が維持されている限りにおいてなんだ。戦国大名が十分な軍事支援を行わなかったり、より強大な戦国大名の侵攻を受けた場合などは、国衆は簡単に離反してしまうんだぜ。簡単に離反って、そんなことして後で報復されないのかしら。よほどのことがない限り、再従属した時でも罰せられることはなく元の領国を安堵されたようだぜ。例えば、神津の国の国衆なんか北条上杉武田のみ大名の間で従属離反を繰り返して、一度も北条氏から離反しなかった国衆は一つもないぐらいなんだぜ。戦国大名の勢力争いは国衆の奪い合いでもあったのね。戦国大名と国衆の具体的なやりとり、連絡方法について、北条家を例にして見てみるぜ。まず、国衆と大名当主が直接会うことはほとんどないんだ。国衆に限らず、大名への連絡は取り次ぎを介して行われるのが、この時代の常識なんだぜ。当主同士が直接顔を合わせて、なんてのはドラマの中の話なのね。北条氏の場合、国衆からの連絡は指南と呼ばれる担当者を通じて行われたんだ。指南なんて、随分と偉そうな名前なのね。北条家と国衆の立場の違いを明確にした名称なんだろう。それに実際のところ、指南には一門衆やそれに準ずる家老がついたんだぜ。指南を務めた武将には北条氏輝、北条綱重、大道寺正成などがいるぜ。本当に偉かったのか。合戦時には、国衆はそれぞれの指南の指揮下に入るんだ。だから指南になることができたのは、軍団を指揮することができるレベルの武将だったというわけだぜ。
国衆もそれだけ偉い人たちに取り継いでもらえたら安心ね。ところが、指南が直接当主に取り継ぐわけではないんだぜ。指南と当主の間に入って国衆からの連絡を取り継いだのが小指南と呼ばれる人たちだ。一門衆や家老といっても、常日頃から直接当主に会って話すということはできないんだぜ。そのため、当主への直接の連絡は馬回り衆に所属する側近が行っていたんだ。つまり、国衆から北条家当主への連絡は、国衆、指南、小指南、大名当主、という風に行われていたのね。それに加えて、国衆の側にも奏者と呼ばれる取り次ぎが置かれていたから、実際には、国衆、奏者、指南、小指南、大名、当主、ということになるな。まるで伝言ゲームね。通常は戦国大名に従属することで領国の維持を図っていた国衆だが、中には勢力を拡大し1カ国以上の領国を形成して戦国大名になった者や、昇進でありながら周囲の大勢力を翻弄し天下に名を轟かせた者など、目覚ましい活躍をした存在もあるんだぜ。まず、国衆出身の戦国大名といえば毛利元成が挙げられるぜ。はかりごと神とも呼ばれるはかりごと大好きおじいちゃんね。元成が当主になった頃の毛利家は秋吉田荘の周辺を治める国衆だったんだ。元成は中国地方の有力守護、天子家と大内家に従属離反しながら周辺の勢力を家中に取り込み勢力を拡大。大内義隆が末春方に殺害される大明治の変の後、厳島合戦で春方を破ると大内氏の領国を併合し、一躍中国の覇者に上り詰めたんだぜ。国衆から中国地方の覇者に、すごい出世ね。出世具合で言うと、もっとすごいのがいるぜ。それが徳川家康だ。家康も国衆の出身なの？駿府で今川義元のご一家衆として扱われていたことや、桶狭間合戦まで本拠岡崎城に入れなかったことで今川家の一員というイメージが強いかもしれないが、家康の出た松平氏は歴とした国衆だぜ。また、岡崎城に今川家の家臣が入っていたのも、当主不在になった国衆領を次期当主が擁立されるまでの間大名が保護するという習わしに則っただけのことなんだぜ。実際、家康は岡崎松平家の当主として擁立され、今川家による保護を受けながら自身の領国支配を行っていたと見られているんだ。だから言ってみれば、家康自身は変則的な国衆ということになるのかもしれないな。自立のきっかけが、たまたま桶狭間合戦だっただけで、義元が終わりを制したら穏便に岡崎城に入れたのかもしれないわね。その後の家康の活躍については割愛するが、三河一国の戦国大名から武田氏との激闘を経て大大名に成長。最終的に天下人になったのだから、国衆の中の出世頭であることに間違いはないだろうな。それにしても、国衆といえば真っ先に思いつく人がいるんだけど、その人の話はないの？国衆といえば？真田正幸よ。正幸か。確かに真田氏も歴とした国衆に違いはないんだが、正幸自身は、家康と同じように随分変則的な存在なんだぜ。意外ね。大河ドラマでも国衆の立場が強調されていたのがすごく印象的だったから、私の中では国衆真田正幸のイメージだったのに。真田家は国衆であると同時に、武田家不代家臣として扱われていたんだ。国衆であると同時に武田家臣でもあったのね。その結果何が起きたかというと、正幸の父真田幸綱は国衆としての自身の領国である信濃真田領を治めながら、武田家臣として岩櫃城城代となり神津家岩櫃領の管理も行っていたんだ。そして、正幸の代になると岩櫃領に加え沼田領も管理するようになったんだ。武田家滅亡後、正幸は岩櫃沼田領の領国化を進め、真田領と岩櫃沼田を併合した沼田領を支配するようになったんだぜ。それで真田氏の領国は妙んと長いのね。正幸は領国を拡大維持するために、上杉氏北条氏徳川氏の間で従属離反を繰り返しながら三大名を翻弄。果ては天下人橋場秀吉までもやきもきさせ表裏卑怯のものと評されるに至るんだぜ。やっぱり、小さな国衆が強大な戦国大名を翻弄する様は胸がすくわね。正幸のような例は稀だが、国衆の動向が戦国大名の行動を大きく変えることがあったんだぜ。戦国大名だけでなく、国衆も戦国時代を動かす主役の一人だったのね。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。